えー、ひろゆきさんこんばんこばは最近東京オリンピックの開催が現実味を帯びてきましたが開催を来年延期する方法を考えるとしたらどのようにすればいいと思いますかありません、えー、私の考えは都市部の人はみんなマスクや手洗い禁止をして感染者数を増やし今年度のオリンピックが無理な状況が一番現実的だと思います、えー、死者や後遺症が残る方が発生することは避けられないですがワクチン接種率が低いこの日本で外国変異株が入ってきた場合と比べては絶対的な数は少なくなるとおぞします他にも意見がある方は Twitter でぜひ飛ばしてくださいということですけどまずはあの来年延期はありませんあの2年後にあのパリのオリンピック予定されちゃってるんですよね なので、ああのまあ、要は1年延期しましたってんであの来年北京オリンピックがあるんですよね、冬の。なので、あの1年の延期はまあありうると。ただ、2年延期させると、まず冬のオリンピックとかぶるから、もう準備がそもそも成立しないよねと。で、あのそこでじゃあ、冬のオリンピック終わりました。で、その次にあの1年休みで、パリのオリンピックっていう感じになるので、そもそも1年つあの先に進むと、そこまでそのスケジュールがこう重なってしまうので、IOC の処理能力を超えちゃうんですよね。なので、あのもう中止か開催かどちらかしかないよねっていうのが今の状態なので、 で多分あの開催するか中止かなんですけどあの今の流れでいくと中止って言える人が小池都知事ぐらいしかいない気がするんですよね。 その結局あのまあオリンピックやりましょうって言ってあのまああのその安倍首相とかが大喜びしてやっててでそのそれなりにオリンピック系のあのそのなんかあのスポンサーとかからこうお金もらったりっていうのがあってまあ自民党的にはおいしいよねっていう状態だったんですけどでこれだけ金もらっといてやらないとかありえないよねみたいな状況になってそこまでの不義理をすると多分菅さんが今年勝てないんですよね選挙。 その、えー、とオリンピックって儲かるよねっていうのでいろんな投資があってでまあ,あの今無観客とも言ってないんですよ。ではその900億円のそのあのあチケット収入って言われてるんですけどそれでその何十万人の人が見に来るからその人たちてその広告とか見せるから広告効果あるよねだからお金くださいっていうのでそのなんか日本中のその,なんかあのアナとかジャルとかだったりとかあのコカ・コーラだったりとかっていうスポンサーっていうところがお金払ってますよと。 で、その,あのテレビ放映っていうのやりますよっていうので、そのテレビ局の民放って多分全部オリンピックのパートナーなんですよね。パートナー企業、スポンサー企業。で、新聞社も産経新聞以外多分全部メジャーな新聞社ってパートナーな気がするんですよね。だから朝日新聞とか、まあ、あの、その、えー、と東京新聞とかも。東京新聞だけ違ったっけまあいいや。っていう感じで、割とそのメディアもテレビ局も全てパートナーだったりするので、それが全部敵に回るんですよね。で、あの、基本的にメディアを敵に回して勝った政,政党ってないんですよ、日本って。 その安倍首相がなんであそこまで長期政権を持ったかっていうとメディアとめちゃくちゃ仲良くしたんですよね。なのであのメディアの偉い人と定期的に飯食ってて、で、メディアの偉い人がこれやれよっていうと結構それちゃんと従ってたっていうのがあるので、なのでそのメディアがその,あの安倍首相に対してこう反旗を翻すっていうのはあんまりないようにしたんですよね。なので NHK とかでそのなんかあの自民党政権を批判したキャスターがなぜかいつの間にか首にあるみたいな。で、たまたま首になっただけで別にあの,その自民党を批判したせいで首にしたわけじゃないよっていうのがあって、で、そのキャスターが首になったのがよろしくないみたいなことになって、 だからクローズなんとかっていう番組がなんかクローズなんとかプラスみたいな名前があっていやいや名前を変えたからこれはあのリニューアルだって別にあの人を下ろそうとしたわけじゃないよみたいなっていう感じなことになってたりするのでなのでちょっと菅首相が選挙勝ちたいと思ってるんだったら中止にするのは難しいのでできるとしたら小池さんぐらいかなと思うんですけどただ小池さんももともとオリンピックやろうぜってめちゃめちゃ言ってた派なのでここでオリンピック中止っていうと多分小池さんもあの国政に行った時にお前嘘つきじゃんってなっちゃうのでなので中止って言って得をする人がせその決定権を持ってる人の中にいないんですよね。 であのオリンピック組織委員会の人たちって、その組織委員会の役員の人って、あの月給200万円とかで人がいるんですよね。もともとその組織委員会って名誉職であの、一切給料がないっていうのが、会長は給料ありませんってなったんですけど、あの前回の,あの人殺しで犯罪者の武田なんとかさんっていう会長さんが、あの俺、会長だけど月に100万もらうわって言ったんですよね。まあ、正確に言うとあの、犯罪者かどうかっていうのは、えーと、フランスで犯罪として賄賂として捜査されてるけど、フランスには一度も行かないっていうので、犯罪者ではないんですよねあの。捜査中の人物。<laughs> で、あとあの、10代か20代の頃にあの車で人引き殺してるんですよね。まあいいや。っていう感じで、その、本来その、名誉職だからお金もらえないよねって話だったんですけど、まあ俺毎月100万欲しいからもらうわーっていうので,で、結局その職員の人たちとか、あのその役員の人たちって、組織委員会ですげえ給料もらえるんですよ。で、あの、毎月ね、確か300万だか400万だかのオフィスを借りてるので、森ビルにずっとその金が押し付けるんですよね。 で、えっ、ー、と、リピルの後になんかトリトンタワーかなんかにもう一増やしたんだっけなっていう感じで、あの、割とその日本中にお金配ってるんですよね。で、あの、まあ、皆さんご存知の、あの、電通っていうところが、まあ、あの、いろんなお金もらってやってますっていうのもあって、で、あと、そのなんか、えっ、ー、と、泉さんとかいう首相補佐官の人とかが、 なんか40億円ぐらいかけて誰も使わない建物を作ってみたりとか何か割とそのオリンピック予算ということでみんなやりたい放題やってるんですよね。であれが無駄になりましたっていうと「おいおいそれって誰の責任なの?」ってなっちゃうので難しいんじゃないかなと思います。はい長くしゃべりしすすぎままたせん,、えーこん